どうも、アクシダントタコしょちょっと、はいそうえーみっす、はいそれさん、はい、かっぱ寿司の CM ソングに合わせて旅来ることはできるか。最近、もう TikTok かな、あと Twitter とかでよく回ってくるんですけども、かっぱ寿司の CM パフェイワシがもうすごいバズったんですよね。あの音楽に合わせてこれ食えんじゃねみたいな。あ、まあ、昔ダウンタウンさんで寿司食うに合わせて食えるかみたいな。あれは無理よ。あれはもう不可能じゃん。ガリあガリガリ、そう無理じゃん。だけど今回は普通のネタ縛りだけなんで、1個パフェっていう難関があるんですけど、俺ら4人であればできんじゃないかというわけで、今回はこれに挑戦させていただきます。あで今回いきなり4人からスタートじゃなくて、ワンちゃん1人でもできんじゃんこれ。確かにそうそう。もう一人でクリアしたらもうそれはそれでいいんですけど、はい、まあ、もしクリアできなかったら一人ずつ増えていく感じで、で計7回までできます。いやもう7回以内に成功できなかったら検証は失敗っていう感じでございます。では早速やっていきたいと思います。それではいきます。はじめとりあえずね、みんなに音源の方を、聞かせていただきたいと思います。大事大事。パフェイワシはこちらでございます。ハマチ、中トロ、甘エビロール、サーモン、ハンバーガー、いなり、サラダ、サーモン、炙り、パフェイワシってな感じですね。早いね、改めて聞くと。ちょっと今回入れてほしいのは手で食わせてください。もう一つ補足なんですけど、ネタがあるんですけど、ちょっと足りないというか、もうメニューに存在しない終わっちゃってるやつとかあって、それを代用して今回やらせていただきます。でその代用したものがですね、こちら本来なら甘エビロールなんですけど、エビドレッシングで、こちらなんですけど、本当だったらサーモン炙りなんですけど、炙りチーズサーモンでございます。まぁちょっとこれはもうきつくなってるから。で、問題なのパフェなんですけど、やってたんですけどお持ち帰りしてないんですよ。なのでちょっと僕らで再現しました。プリンにアイスと生クリームとさくらんぼが乗っております。で、以上なんですけど、くら寿司のほうさんで、揃えさせていただきました。で、食べた判定なんですけども、口の中に入れたら、OK というわけで、じゃあ早速。うわまあこれで終わらせます。それでは、いきます。よーい、スタート。トマチ、中トロ、甘エビロール、サーモン、ハンバーガー、いなり、サラダ、サーモン、炙り、パフェ、イワシ。残念。待って、あれ2個目で積んでたよね。そう、ぬ、ぬ、そう、ぬ、そう、ぬ、ごめんがもう怖い、怖い、怖い、怖い。マジ思ったより一貫一貫が口の中の幅締める。で、これ2個食った瞬間もう真ん中しか空いてなくて、で、こうハマチ突っ込むじゃん。で、もう全部うまい。やばいよ。続いて、翔ちゃん追加で2人です。はい、僕がね、前半を。え、そんないける？いや、無理だよ、絶対無理。さすがに無理、正気でも。タクが正気が間に合わないと思ったら行けばいいじゃん。あ、そう、両手使ってもいいんだよね。どんな口に放り込むやん、口に入れない。じゃあ、それでは第2回目、よーい、スタート。ハマチ、中トロ、甘エビロール、サーモン、ハンバーガー、いなり、サラダ、サーモン、炙り、パフェ、イワシ。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。長期パンパすぎる。これあれだね、お互いの知れないと思います。だね、おのしのハンバーグが一生そこで止まりつくすでに、すごい、上からポロンって落ちる。早いわ。あのね、4皿いくとおにぎりになるの。あ、そういうこと。じゃあ続いて、はやて追加で3人です。3人ならいけるよ。いけるでしょ、さすがにね、今見た感じでも。で、3人、今、俺と翔ちゃんでここなのよ、限界が。そうだね。ただ、カフェにも行く。ここまで来てるから、相手はかかもういれば、ここまではいけるの。いや、それじゃない。これさ、並び一回崩してさ、皿は別にこう並べなくてもいいんじゃないかっていう案が出たんで、どうする？まず、先頭バッターは誰がやるかで。正気じゃない。いや、ワンチャンいけるぞこれ。エビごめんな、ワンチャン。エビごめん。それでは3回戦目、よーい、スタート。ハマチ、中トロ、甘エビロール、サーモン、ハンバーガー、いなり、サラダ、サーモン、炙り、パフェ、イワシ。惜しい。惜しいね、うん、一応全部いったね、うん。あ、そうでもなかった。あれも、テンポは、うん、うん、口の中が飲み込みないから、かき込めないね。うん、うん、あ、じゃあパフェでしてですか。うん、
まあ俺が行くの任せる。4人なら、まあ、4人ならば、うん、4人ならいけるよ。4人ならば4人ですから、結局4人なれば何でもできるから。それでは皆さん、はい、ここからです。そんな本番は、うん、分かってた。そうです、ごめん、それは分かってた。企画でもね、あの、一人からやってたがおもろいやんっていう。そうです、そこまで言うのか。じゃあさっきの戦法でまたやりましょうか。ということで、ハマチ中トロ甘エビロールサーモンハンバーグいなりサラダサーモン炙りでパーフェ。こいつはイワシ、カヤテがいなりやん。俺は多分食いない。あー、そういうことか。いや、俺ワンチャンある気がするんだよな。いける気がする。やってみるんじゃ。ちょっとやってみたい。あ、じゃあだったら一回お前とチェンジして。そうで、あの、時間を知りたい。あ、スピード感を知りたい。なるほどね。じゃあそれではもう第4回目、よーいスタート。ハマチ中トロ甘エビロール、サーモンハンバーガー、いなりサラダ、サーモン炙り、パフェ、イワシ。ない、ごめん、顎外れかけた。いや、マジ、やばい、死んだと思った、本当に今。でもごめん、今の、うっがなければ、いけた。お前も、いけてるじゃん。え、いけてんの？いけてる、いけてる。なんでいけてんの？すごくない？ある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 、めっちゃある、これ。5周目、はい、そして、フォーメーションを変えましたね。はい、僕とハエテが交代。そうね、さっきの場所が交代しただけ。これならまあ、そう、さっきの話的にはいけるであろう。俺も1回目やったから夜をつかめなかったけど、もう今さっきのやつかんだからもうパフェ余裕。ああ、もう安心。怖くもない。じゃあ皆さん、第5回目よーいスタート。ハマチ中トロ甘エビロール、サーモンハンバーガー、いなりサラダ、サーモン炙り、パフェ、イワシ。惜しい、今のは。ビールクリアならずだよね。うん、今、ハイチがハイチとはクリアってことね。うん、どっちも閉じれてないんで。あ、口は。6周目で、ちょっと僕から提案なんですけど、はい、パフェはまあ、タクでいいんですよ。はい、そうだ、もう安定したな。で、中トロタクいけない？どう？中トロ一貫食べて、あ、そっか、最初か。頑張ればできるかもしれない。で、とりあえず一回並ぶよ、ハンバーグ。これで自分ができそうなとこを担当していいんじゃないかな。あ、なるほどね。まあ、入ってここじゃない。さっきの見た感じだったら、まあ、2個の方が可能性が高い感じはするよな。ここ翔ちゃんだね。翔ちゃんじゃあそこがいい。え、これさ、一人一皿いかないといけないっていうのは、パフェ、イワシっていけないかな。あ、でもそれはいいんじゃない。ああ、そうか。公式ルールないんだよ、これ公式、まあ、ちゃんと食べればOK だ。そうそう、全部食べればOKだから、そこはこだわる必要ないから、じゃあその作戦でいきましょう。行ってみますか、一回。やば、緊張してきた、逆に。じゃあいきますよ。はい、よーい、スタート。ハマチ中トロ甘エビロール、サーモンハンバーガー、いなりサラダ、サーモン炙り、パフェ、イワシ。はい、ということで、はい、いらっしゃいました。いや、あれはセーフでしょ。いや、いけてる方だと思うよ。もう半分、8割ぐらいは閉じてるようなものですから。まあ、ちょっとこれでもね、あの、甘いって言われたら、ちょっとね、まあ、コメントで言っていただきたい。まあ、でもそれが僕の限界です、これが。そうですね、これが試行錯誤した結果がこちらですから。そう、もう無理はあれ。確かにこれパフェイワシチャレンジさ、マジで、あの、やってほしい。早いでしょ。いや、あの、CM で使えるかも。ある。もう、汚ねえの。最後。うーん。というわけで、あの、じゃあみんなもね、パフェイワシチャレンジやってみてください。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。せーの、終了。うーわー、マジかー。えぐ。あー、いや、ダメダメダメ。あー、いや、大戦大戦
カップ麺全員つるまで割れません。